坂本です。今回は血糖値を下げるために大切なこととその方法を実践していきます。血糖値が高くなってくると高血糖と呼ばれる状態になり、そのまま放置していると体に様々な症状を引き起こしてしまいます。特にこういった状態が進行していくと糖尿病と呼ばれる病気になってしまうことがあり、そうなってしまうと手足がしびれる、目がかすむ、傷が治りにくい、喉が乾きやすいなどの症状が現れて、そこから辛い制限をしたりなどずっと付き合っていかないといけなくなってしまいます。そうなっていかないように血糖値を下げるということを意識してほしいんですが、そのために大切なのが食事、特に糖を抑えるのが大切ということは誰でも理解しているところだとは思いますが、意外とそれ以外にも原因があり、特に内臓脂肪は血糖値上昇に大きく関係していると言われています。それ以外にも血糖値が上がっていくケースというのはあるので、今からどこを気をつけてほしいのかというのをお伝えしていきます。ではまず一つ目なんですけれども、一つ目は睡眠になります。実は睡眠不足というのは内臓脂肪の原因の一つになってしまいます。睡眠時間が短くなると体内でレプチンと呼ばれるホルモンの分泌が低下してしまいます。レプチンは食欲を抑制する働きがあり、また睡眠不足はグレリンと呼ばれるホルモンの分泌を増加させてしまうんですね。そしてこのグレリンには食欲を増進させる働きがあります。このように睡眠不足というのは食欲に大きく関係してくるわけなんですね。睡眠時間が7時間以上の人と5時間未満の人を比べたら 1.5 倍ほど内臓脂肪に差があるというデータもあるので、睡眠時間を意識してほしいんですが、どうしても忙しくて時間が確保できないという人は睡眠の質というのだけでも意識してもらうと変化が出ます。具体的には寝る前に30分から1時間スマホなどを見るのをやめることで眠りは深くなりやすいと言われているので、時間が取れない人は質を意識するということを今日から取り組んでみてください。次2つ目がですね、舌を磨くことです。舌を一度見てほしいんですが、白い苔みたいなのが大量にこびりついている人というのがいたりします。それは舌苔と呼ばれるもので、食べかすや細菌の死骸などの老廃物がこびりついている状態なんですね。この舌苔がこびりついたままの状態だと味覚が鈍りやすく、少しずつ無意識のうちに味の濃いものを選んで食べるようになっていきやすいんですね。そして味の濃いものというのは基本的には内臓脂肪を溜めやすいですし、血糖値も上昇させていきやすいです。なので舌の掃除というのも意識してほしいんですね。できれば舌磨き専用のブラシを用意してもらって、歯磨きの時に毎日一緒にやってもらうと舌苔が取れ、自然と薄味になっていくので、まずはですね、舌の状態を確認して汚れているかいないかというのを確認して、舌苔など汚れがついているようであれば日頃から掃除してきれいにしていく習慣をつけていくようにしていきましょう。そして次3つ目は体の中の大きな筋肉を動かすことです。筋肉は体内でもエネルギーとして特に糖を必要とする組織になります。なので単純に筋肉量が多いということは、それだけ血糖値も上がりにくくなるということになるわけなんですね。なので筋肉を動かしていくことが大切なんですが、闇雲に動かせばいいというものでもなく、体の大きな筋肉を狙って動かすのが、小さな筋肉を狙って動かすより効率よく血糖値を下げることにつながっていきます。なので日頃狙っていってほしい筋肉というのは背中、お腹、太もも、お尻、ふくらはぎなどの部分になってきます。今言った場所をですね、1日1箇所ずつだけでも構わないので、動かして鍛えていくだけでも体は変わっていくので、あまり体を動かす習慣がない人は今日からさっき言った場所を鍛えるということを意識してみてください。はい、ここまでで血糖値上昇を抑えるために大切なこと3つをお伝えしてきました。そして筋肉を鍛えるということも血糖値にとっては大切になってくるので、では今からですね、血糖値を上げないためのトレーニングを実践していきましょう。はい、じゃあ今からですね、早速やっていきたいと思います。まず最初はですね、お腹の筋肉をしっかり動かしていきたいと思います。おへそのあたりに意識を集中してもらって、手を頭の後ろで組んでもらって、お腹を縮めるイメージで、おへそに向かってお腹をギューッと縮めていくイメージで体を曲げていきます。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。このおへそを意識してですね、おへそに向かって筋肉をギュッと縮めていくような感じで、
このように上半身を曲げていきます。座ってやってもらっても構わないです。このようにですね、曲げるときに少し息を吐くとより力を入れやすいです。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。はい、じゃあ次はですね、背中の筋肉を動かしていきたいと思います。手をこのように肩の位置ぐらいまで上げてもらって、この状態で肩甲骨をですね、内側に引き寄せるようなイメージで手をこのように後ろに動かしていきます。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。手を動かすというよりは肩甲骨を動かして、それにつられて手が動いてくるようなイメージで、このように手を前後に動かしてください。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、お尻の筋肉を動かしていきたいと思います。このように足を少し開いてもらって、ここから体をどちらでもいいですから、このようにひねる。ひねった時にお尻をですね、後ろに突き出してください。そうするとお尻に張り感を感じると思います。これをですね、このように交互に繰り返していきます。これを30秒2セットです。では今から行きましょう。上半身をひねりながらお尻を突き出していく。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。はい、じゃあ次はですね、このように足を少し開いてもらって、ゆっくり15秒かけて少しずつしゃがんでいきます。そして15秒かけてしゃがんだところで、次ですね、15秒かけてまたこのように立ち上がっていく。これをですね、30秒2セットですね。今からいきましょう。このように15秒かけてゆっくりしゃがんでいきます。ここに椅子とか置いてもらっても構わないです。しゃがむペースは人それぞれでいいですからね。はい、じゃあここから立ち上がっていきます。15秒かけてゆっくり立ち上がります。この太ももに力を入れてですね、ゆっくりゆっくり立ち上がってください。はい、 OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。15秒かけてゆっくりですね、太ももに力を入れてしゃがんでいきます。はい、ここから立ち上がっていきます。ゆっくり今度は太ももに力を入れて立ち上がります。
です。はい、じゃあ次はですね、ふくらはぎを動かしていきたいと思います。このように立った状態からですね、つま先立ちになって、かかとを下ろす。できればこの時に、かかとを地面につけないで、そのままずっとつま先立ちの状態で、このように揺らしていきます。これを30秒、2セットですね。今から行きましょう。このようにつま先立ちでずっとですね、ふくらはぎを動かしていきます。まあ、ふらついてこけそうになる人は、1回1回ですね、かかとをついて上げる。こういう風にやってもらっても構わないですし、壁とかに手ついてやってもらっても構わないです。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、では今回の動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。